はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、散歩けの実況をしていきたいと思います。というわけでですね、いろいろと多分更新が来てるんで見ていきましょう。下回らないどころの話だね。メンテがあって1周年記念クエストというのが来ましたね。見ていきましょう。まあ、ちょっと前から喉の調子あんま良くないんでごめんなさいね。ちょっとゲフンゲフンになるかもしれないです。おマジで、ついにアンリンちゃんとリンギーちゃんが来たー。これあれですね、星5武将ですよ。なんならあれだね、三国志大戦に来てもいいんですよみたいなね。ニコニコで、一周年記念公開のは5月17日まで空いてるけど、イベントは4月26日から5月8日まで、まあゴールデンウィーク中的な感じだな。で、収集クエストクリアすると1周年記念ポイントを獲得。で、そのポイントを、で、報酬とかが手に入ったりしますよと。まあ、これは貯めていくだけのやつだね、単純にね。交換とかじゃないかな。多分貯めていけば、それに応じてみたいなやつだよね、多分ね。失礼。で、今回のポイント報酬で獲得できるイベント限定アイテム、贈り物はショップで開催されている1年、あ、交換とかあるの。そうか、これは交換するんだね。で、アンニンちゃんとリンギーちゃんと交換できるよう。で、限定だから、飲み逃さないようにね。神々やな。レベル4武庫を獲得。ああ、なるほどね。ちゃんと2人の境界用のアイテムとかもしっかりイベントで回収できるよということですね。で、ミッションに1周年記念イベントが追加されて、アンリンちゃんの絆とリンリンちゃんの絆、星子武将の絆、副将ガチャ券がもらえる。やったー、いろいろもらえる。いや。いや、とりあえずもうイベントミッションをガンガンやっていけばいいということですね。これはなかなかですね、ハーハーしますね。ハーハー。なるほどね。鍵も手に入ったりしますよ。なるほどね。ポイントをゲットして、達成星をゲットしていこう。ポイントを効率よく集めよう。ほうほうほう。で、孫子のステップアップガチャというのが来たんだよね。なるほど。あ、そういえば前もありましたね、そういえばね。そう。ね、孫子ちゃん、酵素、アンニンちゃん、ギンギちゃんが、ポイントが増加させる効果があると。まあ、これはいいですね。イベント特攻ってやつですね、俗に言うね。で、ミッションクリア星だと、このね、こう一番いいやつね、欠物のやつがもらえる、ね、欠物のやつとかね。おお、一緒に記念ガチャもあると。よっしゃ。じゃ今回ちょっとこの辺回していきましょうか。アンニンちゃん、どうなの？さて、アンニンちゃんが除血タイプですね。攻撃効果上下。特技、剣の護符、剣の護符かな。クエスト開始時に士気がショーアップ。剣属性、剣属性の敵の攻撃で受けるダメージダウン。おー、なるほどね。まあいいですね。で、軍師、万有日誌。ほう、味方全員の武力がショーアップ。さらに義と五と官の勢力は武力がアップし、食と軍用の勢力は毎ターン打力が約束。面白いですね。で、突撃ゲーと。で、リンギーちゃんタイプ除血、攻撃効果左右、特技扇の五歩、回復時に士気がショーアップ。扇属性の敵の攻撃で受けるダメージだろう。なるほど。特売仙人公。味方全員の体力を回復し、毒麻痺封印と混乱の状態以上を回復し、おーすごい、すごい。で、さらに消費した士気が多いほど武力がアップ。あ、官軍みたい。あ、そう、官軍なんだよ、みたいな。リンギーちゃん。続けて、ちょっと待って。あ、アンニーちゃんも官軍なんだ。そっか、勢力みたいなのがあったね。官軍勢力なんだね。なんかおもろいね。なるほどね。はい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 。で、1周年記念ガチャが RO。さあ、なんだろう、復刻とか来んのかな。あ、これ1回だけってやつですか。で、星5武将が1枚確定となります。でも、まあ、孫子と酵素、アンニンちゃん、リンギちゃんは、対象外ですよと。トフジン、諸葛亮、その証拠。トフジン全部持ってない。この3枚全部持ってないんだけど。まだこの3枚がピックアップされてる感じ？他にも出るんだよね。なるほど。了承。で、あ、もうちょっと。ほんで、孫子ステップアップガチャね。こちらですね。これは副賞じゃなくて普通のあれだね。ステップアップガチャって、あ、でも何回かあったっけかな、今まで。おー、開かねえ。あ、来た。はい。4月26日から5月8日までと。で、孫子ちゃんと後ろに酵素がいますね。で、孫子は散歩系でのみ手に入る新たな武将。
そうなんだね。確か、孫子ってまだ、三国再生にいないんだよね。うん。先行収録みたいな感じなのかな。はい。で、ポイントアップの特攻キャラだよってことですね。で、ステップアップ。うん。ステップ1、宝珠200で10連。ステップ2で宝珠250。ステップ3で、宝珠300で、攻撃賞が1枚確定ですね。まあ、これは行こうかな。せっかくステップアップなんでね。うん。孫子ちゃん、酵素さん。サンシちゃん除血タイプ、やり。あれ、そういえば、リンギーちゃんとかアンニンちゃんのあれ見てなかったな。なんだったっけ。後で見ようか。投票が左と下で、特技が、コツでいいのかな。クエスト回収時に指揮がショーアップ。致命的なダメージを受けた際に、あー、なるほどね。根性じゃなくてなんだっけ。あれと一緒。うん。なんだっけ。で、なんて読むんだ、非常非常総エンジン。武力が大アップし、攻撃範囲が大変化する。ただし、雷が中減少。なるほどね。五軍軽力って結構ド M 軽力多いよね。で、浄化の軽持ち。で、酵素さん。タイプ猛暑。攻撃強化上右。で、弓ですね。弓兵ですね。特技、気合い。あ、そう、気合だ、気合。さっきね、気合の上位互換ですね。で、武功の十字切り。武力が中アップ。攻撃範囲が変わり、味方ターンが徐々に指揮ショーアップ。あー、なるほどね。指揮バック軽力。転写をしたと。そうですね。で、リンリーちゃんたちの兵種が気になる。わあ、なんかでかくなった。これあれかな、自分で。あ、違うな。よくわからんな。急にでかくなったりするんだよね。失礼。あれ違うな、これじゃねえ。表情重いね。なんでだ。あ、アンニンちゃんが扇、で、ニーちゃんが剣ですね。なるほど。まあ、お互いに、あれだね、なんか、カバーし合う感じ。いいですね。でだ、頭だったっけ。失礼。まあ、生かな。というわけで、早速ガチャを回していこうかな。イベントとかもやりたいんですけど、ちょっとその辺は、裏で。あ、これ、住人投与できんだもんね。激アツじゃん。別パートにしようかな。今回は、この10連、1周年記念スポット当てて、次回孫子さんのステップアップやろうか。それでもいいかもね。趣味さんポケ動画の数を増やせるぞ。水増し的なんじゃないけどね。じゃあ行こうか。はい？ああ、ん？待って待って。手に、そうか。イベントで手に入るんだっけ？なんかすげえ恥ずかしいんだけど、今。ちょっと待って待って。ゲームゲーム。ノーマルワーク特に追加はないかな、クエストね。うん。これもどこまでも行きますからね、今のところね。1万円が2万7000ですね。まだまだ伸び。で、ここで手に入るのか最終的に。負傷ガチャ券。おー、いるー。高難度クエストすべてクリアする。あ、これいるっていうか、絆っていうか、まあ、手に入るからね。100あれば手に入るからね、キャラクターはね。絆100で入手なんで。さあ。ちょっと目に行ってみる？あー、なるほどね。とりあえずここでポイント稼いだりするんだ。報酬確認。いいね、こうやってね、ポイント稼ぐとどんどんもらえるってね。これがあれかな、贈り物ってやつがあって。今いろいろ読んでたね。あ、ここだ。ここで1周年ガチャ券手に入るんで、まずね、皆さんね、最低でも一重、100、1000万、10万、20万ポイントですね。まあ多分いけると思うよ。期間長いしね。全然余裕だと思います。いらっしゃいませ。で、アイテム交換所もあるよと。で、ここでその贈り物で、あー、なるほどね、こういう感じね。はい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 。で、結構いい装備も手に、装備というか、武具のかけらも手に入るよという感じでございますね。で、特にこの辺は変化ないかな。新しく追加されてるからね。うん。了解しました。で、あとなんだっけ、もう一個ぐらいなんか見落とした。なんだっけ。何か見えないものを見落とした。望遠鏡を担いで、午前2時見切りまで。なんかいろいろ違う。あ、じゃあ、あれか。これまだできないんで、あ、違う違う。あれだ、あれが気になってたの。なんか武将列伝。なんか武将列伝追加されてたよね。アンギンちゃんのギニーちゃん？あ、そう、あとね、ちょっと待ってね。いろいろ見たい。高難易度も来たんだよね。
レベル60推奨、余裕ですね。私ならデコピンです。これ一括で動画化しちゃってもいいかな。うわぁ、なんだなんかなったな。あはん、お金とも追加なしで。で、武装列伝がなんだ、誰だ。あ、なにこれ。あぁ、ん、スタミナが半分になってる。あ、こんなの書いてあったっけ全然見なかったんだけど。誰か来たっけ。あぁ、ソンシちゃんか。そういうことね。えいせいせい。なるほどね。これが今のうちがお得ですね。多分ゴールデンウィークちなみのあれなんだ。書いてあったかな書いてあったのかな。全然見落としてたね。見えないものを見落としてましたね。よくわからない。書いてあったかな。そういうの気になるよね。ちょっと読ませていただいてよろしい。書いてあったかな。なんか多分孫子ちゃんのところが絡むのかな。どっちかというと、あの武将列、あれってかまだ孫子ちゃんのやつ、うーとか重い。模様ですね。模様でございますね。失礼。書いてないよね。多分あれか、孫子ちゃんのここだね。多分ここで武将列伝に関することが書いてあって、その時にあれが、多分スタミナも半分になってるよっていうのが多分書いてあるんだね。多分いつも通り書いてあるね。ね。で、多分どっかに最後に注意書きで書いてあるのかな。書いてない。あれ、どっかで書いてあったんかな。記念クエストだね。うん、まあいっか。仲間けいことです。というわけで、いきますか。じゃあ最後のお楽しみ、孫子ステップアップガチャ。全部いこうぜ。2500あるから、200、250、450、750。750か。結構重いけど、まあこの機会にね、一気に手に入れちゃおうぜ。いざ尋常に、勝負。せっかく1周年っていうからね、うん、やっぱりそれを萎縮してね、法上を使っていかないとね、まあ、課金ではないから、あまりね、あれなんですけど、あれ、マジルだよ。あれ、まあ、逆に熱いパターンね、あの昇格演出が超期待できるよ。来た！おお、ラッキーメン。あ、しかも新 TA、あ、コースさんね、これ、孫子ちゃんかなり、あ、ごめん、あ、TF マックスおめでとう。来た、孫子ちゃんか。Yes! Yes, I am. I am? お、新規来たー。やべやべやべ、熱い。あ、脅威来た。これは始まっているか。バタイ。孫世マックスだね。自然マックスだね。さあ、ここは孫子ちゃんがダブりそうな気がする。ですよね。まあいい、それはそれでいい。要素マックス、はい。孫子ちゃん、ステップアップガチャでもう手に入っちゃったな。俺様は虎狩りの高祖だ、うん、今からそう呼べ。しっかりしなきゃ味方してあげないよ。はい、やった。あなたの志は私が叶えましょう。でも今スタミナ半減やからね、やりやすいね。はい、手に入っちゃいましたね。一回で終わっちゃった。でもせっかくのステップアップガチャなんだよね。どうしよっかでも、星、いやでもさ、ステップアップって星5確定なだけなんだよね。ちょっと待って、これ一回落ち着いて。一発目で引き良すぎだろ。困ったね。困ったね。いや、マジか。あ、しかも今回はステップ3まで引くとステップ1に戻るんだって。300で星5武将が1枚確定。ちょっと待ってね。これ、まだ期間あるよね。ちょっともうちょっと考えていい？ステップ1の引き良すぎて終わったけん。終わったけん？何語や？なんかあれやね。今、なんか、九州の方の方言になりそうだね。何々県みたいな。何々県っておかしいな。それ言うとなんか、雷県みたいな。まあ、そんなんよくて。まあ、とりあえずこれで、ああ、でも早かったな。早かったな。まあ、全然嬉しいんですけどね。すごいいいことなんですけど、で今手に入ったのが脅威、孫子ちゃん、脅威か。これで3人増えたから、でこのイベント中にリンリーちゃんと、アンニンちゃんが手に入るから、200人いけますね。ついに200武将達成でございますね、私。やりましたね。で表示が、ここもそろそろなんか、改築じゃないな。改善していただきたいかな。表示がね、めちゃめちゃ重いんでね、ここ。孫子ちゃん出てこない。出てきて。来た。で、優勝
習したらとりあえずね強化しておいて、ノーマルミッションのね、まあ、あとは1進化でもいいんだけど、1進化1強化、まあ、強化していき、あと自分が今ねどのぐらい、まあいつもね確認はできるんですけどね、あのね、ん待ってこれ少なくなかった今340しかないですね。そうそうそう、回収か、ちょっと一回止めて、今なんかすごい少なくなった、あの髪飾り500ないから一回ここも変えて、500以上は取れてキープしていきたいんだよね、なんとなくね。いや、あの本域で育てる気になったらバリバリ育成したんだけどね、私は。実際って強化してたっけ、してるね。多分ちゃんと今までは全部やってたはずなんだよね。で、脅威が来たんだよね、脅威はね。いらっしゃいませ。おらおらおら。時間のやりもやっていきの、みんな余裕がね、そういうふうに。まあ、あれだよね、派遣で稼げるようになったからね。あれじゃない、リアルな話じゃなくてね。派遣の仕事はやめましたけど。もう派遣っていうか、私でも派遣ってやったことないのかな、委託だよね、どっちかとかね。派遣の仕事はしたことない気がする。いや、嘘つけ。あれ派遣だわ。バリバリ派遣だわ。なんでもないです。いっぱいやってましたね、派遣の仕事。で、次が、酵素か。のこれ上限9999っぽいよね。そのうち多分絶対、あ、でもまあその時はあれか、一気に使いまくりゃいいか。うん、その時になればね、いっぱい使えるから、ね、まあ、使える先はいっぱいあるから、あぶれちゃうことはないで、多分ラオチューもね、そんなないんだよね。 OK、 でこんなもんかな。オッケーオッケー。これでまた私の、まあ、図鑑システム、このゲームにはないんだけど、ていうか、これ一層、ここ図鑑に変えてほしい。あ、でもそれは違うか。図鑑はこことは別であるべきだもんな。うん、難しいですね、そう考えると。JF さんがマックスになったら、それだけちょっと眺めて終わりにしますか。で、絆は結構溜まってきてるんだけど、誰に使うかなんだよね。そう考えてます。最近育成が結構おろそかだな。レベル1のメンバーが多い気がする。で、テーフさんですね。来たー、待っている、いい感じでございますね。いやでもな、ステップアップガチャだから回す価値あるんだよね。実際ね、単純にこの進行度上げ上げするだけでも私好きなんで、まあ、ちょっとね、それはまた次回かな。まあ、多分やると思います。せっかくのステップアップなんで。うん。というわけでね、1周年を迎えた散歩系、これからも楽しんでいきましょうじゃないですか。はい。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。